中国のテニス選手の不倫告白 WTA が公正な調査を求める声明2021年11月15日21時48分中国のテニス選手が共産党最高指導部のメンバーだった麻薬副首相と不倫関係にあったことを告白したとされる文書が インターネットに投稿されたことを受けて、WTA 女子テニス協会は公正な調査を求める声明を発表しました。この文書は、 テニスの四大大会ウィンブルドン選手権の女子ダブルスで優勝経験のある中国の法卒選手が2017年まで習近平指導部の最高指導部のメンバーだった超高麗元副首相と不倫関係にあったことを告白したとされるもので 今月中国版ツイッターウェイボーの放卒選手のアカウントに投稿されました。この投稿はその後削除されましたがインターネット上で拡散しました。これを受けて WTA は14日公式ホームページ上で性的暴行を含む彼女の告発は深刻に扱われるべきだ。 彼女の主張や行動は容認されたり無視されたりするのではなく、公正かつ透明性をもって調査されるべきだとする声明を発表しました。